皆さんこんにちは。日本テレビの三浦あさみさん。三浦あさみが退社の念願の理由と日テレの強行策について紹介します。まずは三浦あさみさんの経歴とプロフィールから紹介します。三浦あさみは日本テレビのアナウンサーです。千葉県市川市出身です。渋谷教育学園幕張高校、慶応義塾大学文学部英米文学専攻卒業後、2010年4月日本テレビ入社します。2020年7月から役職は日本テレビのエグゼクティブアナウンサーです。夫は俳優の中村智也です。オードリー若林正康と三浦あさみアナが MC を務めるバラエティ番組午前0時の森日本テレビ系で三浦アナが社会人の悩みに答えました。これが思わぬ波紋を広げています。相談内容はこの春から新部署に異動した一般女性からの興味のない分野に興味を持つにはどうしたらいいかというものです。それに MC 陣が回答したのだが、三浦アナのアドバイスは次のようなものでした。そこで頑張ったらまたやりたいことができるのかどうかにもよりますよね。スペシャリストになるぐらいめちゃくちゃ頑張ったらすごく興味が出てくるか、逆に会社側からあの子これだけ頑張ったから言うこと聞いてあげようと思ってもらえるぐらいすればやりたい方の部署に行けるのか、ミラクルでその部署でやりたいことができたりとか、選択肢は広がる可能性ありますよね。そんな三浦アナに対し若林はさすがだね、やっぱ会社で生きてきただけあるよと大絶賛。視聴者からも三浦ちゃんのアドバイスが心にしみると好評を博しています。ところが実はこの移動問題が三浦アナにも飛び火したのであります。昨年三浦アナは情報番組スッキリを降板し ZIP の総合司会に就任した。だがその結果次第では彼女が日テレを去る可能性もあるというのです。5月9日発売の週刊現代によると、三浦アナは ZIP の MC に就任する際、日テレの副会長に番組が失敗した時は退社して責任を取るとまで言っていたのだとか。ですがその後 ZIP の視聴率は上がっていないため、三浦アナの退社が現実味を帯びてきているようなんです。仮にそうなった場合、彼女はコミュニケーション能力を体系化する研究を行い、それを大学で教える仕事をしたいと考えているとのこと。これにはファンの間でアナウンサーを辞めちゃうの、テレビで見られなくなったら寂しいという声が上がっています。日テレのアナウンサーといえば今年増田一アナが大学の研究員に転身し大きな話題となりました。増アナは11年の同番組開始時から21年3月までZIP総合司会を務め、三浦アナにバトンタッチしました。三浦アナは冒頭増アナの名前を出さないながらも新年度に向けて新たな挑戦や環境に身を置く決断をされた方がたくさんいらっしゃると思います。私の周りにもありました。どんなことでも何かを変える、そして決めるということには大きな勇気が必要だと思います。そんな勇気に心から敬意を表しつつ、その選択がよりいいものになりますようにというよりは、その選択をきっとよりいいものにするであろう皆さんに心から応援の気持ちで送り出したいと思いますとカメラ目線で訴え、増アナを示唆するエールで番組をスタートしました。番組ラストでは増アナからのメッセージが代読で読み上げられた際に、三浦これからも変わらず良き後輩、良き相談相手でいてくださいなどの言葉を聞くと照れ笑います。月曜レギュラーの風間俊介から三浦さん後輩としてどうですかと聞かれると、三浦アナはこれは伝えてとしてますさんがずっと真摯に向き合ってきたテーマなので、すごく自然な流れというか、この道に進むことに決まったことも心から嬉しくてしょうがないんです。だからはっきり言って自慢の先輩なので、いろいろとパワーアップして帰ってくるます先輩、帰ってくるというか進んでいくます先輩にいろんなことを伝えてもらおうと背中を追っかけていきたいと思いますと一礼して敬意を示しました。増アナはキャスターを務める真相報道版記者日曜午後6時の23日放送で3月をもっての退社を発表しました。今春から同志社大ハリス理化学研究所の専任研究所員助教に就任しつつ、同番組出演は継続し二足のわらじを履くことを明らかにしていました。
三浦アナも同じように退社後は学問の分野へと進むのでしょう。2023年3月に俳優の中村倫也36との結婚を発表し、自身が総合司会を務める朝の情報番組ジップで夫婦揃って生報告して世間の話題をさらました。だが本人の胸中は複雑だというです。結婚性報告で祝福ムードに包まれた反面、自局アナウンサーの結婚を情報番組で伝えることに疑問の声が上がりましたからね。 BPO 放送倫理番組向上機構には苦情まで寄せられ、本人はへこんだそうです。今三浦アナはストレスの発散ができないでいます。ジップ出演のため午前2時には起きているし、周囲に飲みに行けないんだけどとぼやいています。それでいて仕事が集中している。昨年9月に体調を崩して2週間休みましたが、無理もないですよ。そのため局内からは再び独立説が持ち上がっているというです。数年前に実際に大手芸能事務所の関係者から話を聞いていたのは間違いありません。ただ信頼してくれている日テレを裏切れないというのが本人の中にあった。あと何かと相談に乗ってくれた先輩アナの増田一さんの存在が大きく踏みとどまったようです。ところが増さんは22年3月に退社してしまったし、もっと夫婦のプライベート時間を設けたいと思っても不思議ではありません。今年日テレのエースアナがいよいよ動くかもしれません。日本テレビの上重聡アナウンサーが3月末をもって同局を退社することが1月21日に明らかになりました。4月からはフリーアナに転身します。ここ数年日テレからの退職者が相次いでいますよね。それはアナウンサーに限った話ではありません。昨年には有吉の壁の総合演出を担当していた敏腕演出家の A 氏が退局、現在はフリーの立場で番組に携わっています。いよいよ日本テレビも仕事ができる人材、優秀な人材を一気に昇進させるような人事制度へと改革することになるようです。遅きに失した感もありますが、これで流れは変わっていくはずです。そしてこの改革で何が起こるのかというと、三浦麻美アナが役員もしくは役員待遇へと昇進するのではないかということ。そもそも今度の人事制度の改革も三浦アナの流出を防ぐことが最大の目的だともっぱらですからね。三浦アナといえばオリコンニュースによる好きな女性アナウンサーランキングで2013年から5年連続で首位となり殿堂入ります。朝の情報番組ジップで MC を務め、今やすっかり同局の朝の顔にします。特番にも引っ張りだこで24時間テレビの総合司会も2023年まで10年連続で担当します。2023年3月に俳優の中村倫也と結婚して以降も高い人気を誇っています。レギュラー番組も特番も三浦アナ頼みといった状況で、日テレとしては何としても彼女にはやめてもらいたくないと、例えば TBS のエース安住紳一郎アナ50は昨年7月に総合編成本部アナウンスセンター役員待遇エキスパート職へと昇進。彼の年収は一説には億超えとも囁かれています。テレ朝の大下陽子アナ53も2020年に役員待遇に昇進。2人とも現役アナウンサーでありながら役員待遇となり、しっかりと報酬を受け取っているわけです。三浦アナの貢献度を考えたら両者にも引けを取っていません。今夏の制度改革後、早々に役員や役員待遇に昇進するなんてことも十分に考えられそうですよ。常々深い日テレ愛を語っている三浦アナはまだ36歳、役員の先はいよいよ本気で日テレ社長の座も見えてきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。